浩二郎、大地と入れ替わった。重がカバーする、遅らせた重、打ったが重のナイスブロック、ビミです。このシュートも重がブロックした、で重がクリアした。あ、もうここは重でなんとかしのぎます。ソータのファール、左のサイドからリベンジャーズは非常に鋭い攻めを見せました。翔平選手がちょっとうずくまってます。ぐらいはかかると。でこの人もまだわかんないんですよ、なんか膝がパキって言ったんですよ。この動画が出る前にもしかしたら負傷 のリリース動画が出てる可能性ある。これはまだ試合2日後ぐらいだから今負傷リリース先多いってもう1人1ヶ月やってるって今年役年しよう。お前だけギリ生き残ってる。俺なんなら今一番調子いい。一番調子いい。全然俺もう何でなったのマジで。ストップ敬語やん。接触じゃないの、それやばくない。こうついた時そうこうは入ってないんでしょ、うん、電柱時って内側に入る作業でバキバキってなるから、うん、山田さん的にはそういう系は大丈夫だった、うん、いやだって俺もゾウみたいになってた。膝水溜まってのチームですからねぶっちゃけ、うん、ディフェンス顔がそれの核が消えるわけだからね。いやいくら探してもやっぱ翔平君の代わりはおらんよ。ちょっとこのプレースタイルは相方いっぱいいっぱいいるから。だから手術したらもう俺と同じでもう8から10はできないわけで、なんならなんなら何で敬語の方が吹き早いいや笑ってるけど笑ってるけどマジでダメだからね今の状況リズム的にもそれな確かにな半分いなくなってるわ。いやこんなにも神様は試練を与えるかとここに来て、うん、ほんで重傷2人っていうな。ちょっと確かに試練すぎるで。いやじゃあ今後の流れとしては今の段階で決まっていることはとりあえずまあオペしましょうした方がいいって言われてるけど、うん、オペ日はまだ決まんないですよ、うん、とりあえず 2,3 週膝の状態をちょっと結構そうなんだ視察して、うん、いや俺の時はもう腫れてたからそれがもう完全に引くまでは無理って言われてたから。